本当にお久しぶりです。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙と。クールでちよ。今日はこのメンバーでやっていくよ。ヨウムさんは？うぷ主に風を移されて、布団で寝込んでるみたいだぜ。茶碗、ご飯食べるやつ？お茶飲むやつ？やれやれ、お前の存在そのものが茶碗みたいなものだよな。あ、なるほど。この動画マリオ実況じゃなく、茶碗だったんですね。何クール、今までそんなことも知らないでこのチャンネルに出てたの？と言っても、今まではお正月の特別編以外では私たちと絡む機会はなかったんだよな。うん、うちのご主人も最近体調崩していて、なかなか動画を作れないみたいでち。あいつの風邪がヨウムに移ったんじゃないのか？うわ、それはかなり立ち悪そうだね。雑談してる間に最初のエリアを抜けてたでちね。これは、教授のアミーボだな。うわ、相変わらずキモいアミーボだよ。そこの青ドクロに乗って進んでいくみたいでちよ。と思ったらすぐに扉、とりあえずお邪魔します。帰りたい？誰か何か突っ込めよ。何言ってるの？突っ込みはマリサの仕事でしょ？ちょっと待つでちよ。タウブロック叩くの少し早かったみたいでち。はい、カットして戻ってきたよ。やり直し用の扉もあったし、優しいコースだな。この先は矢印の高さでキープしてればいいんでちかね。なんとも言えないな。この高さじゃ中途半端すぎて、パックンに当たっちゃうよ。上にはトゲもあったんだな。結局、どっちでもあまり変わらなかったみたいでちね。どうも、あやさきゆうでーす。ゆうちゃんにそっくりな初音ミクのアミーボで進んでいきます。ゆうちゃんをバカにするとカカシモンが怒るからやめとけ。これはまさか。まさかここでパーパーを入れてくるとは。こないだなおさんもこのギミック使ってたし、今そこはかとなくブームなのかな。ツイキャスのマリオメーカー見てくれてる方には、知ってる方も結構多いんじゃないかと思うでちよ。笑われてるよ、朝川さん。諦めろ、笑われてるのは私たちなんだぜ。今のところがハズレだっていうことは、左側が怪しい気がするよ。ちくわブロックの先でちか？何も匂わないでちが。優が悪いんじゃないもん。わかってる。悪いのは霊夢だ。あ、このいじめも久しぶり。ちょ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 ーい。でも、そうなるかどうすればいいんでちかね？他に行けそうなところなんて見当たらないよな。わからないわからない。とにかく何でもかんでも試してみるでち。あ、あれ？なんか違うところに出たよ。習慣があったとことそっくりでわからなかったが、どうやら違う場所にいつの間にかいたみたいだな。お次のエリアは、この間地声でやったコースと同じ感じになってるでち。あのいやらしいコースだね。あのいやらしいコースなんだぜ。早速いやらしい感じにはまってるでちね。逆走コンベアに横ばいん。もう勘弁してください。前回散々痛めつけられたからな。もう、これやー。報復措置として、抜けるまで黙り込んでみました。このコース作ったの朝川さんじゃないのに、かわいそうでちよ。うっさいクール。ごめんなさいでち。オッケーわかりました。これでゴールだ。あ、いや待て、このセリフは、ほいゴール。じゃない？やはりこのセリフはフラグだったか。霊夢さん、カカシモンの動画毎日見てるのに。うっさいわね、わざとよ。わ、ざ、と、オッケーわかりました。霊夢は嘘つきだということが。クリアしましたよ、クリアしましたよ、ディナー前に帰れるかも。そんなところにゴールがあったなんて。そういえば霊夢さん、カカシさんの動画見ながら寝落ちしていたでちね。他の方の動画見ながら寝落ちなんて、どこまで失礼なやつなんだお前は。そして今日はここで終わります。次回はあなたのコースにくるくるくる。ここからはおまけです。
ご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。